ご初にお目にかかります。お客様、本日はどのようなご用件でしょう。お名前とご用件をお聞かせください。有馬美和子様、有馬家の長女様であらせられますね。申し訳ありません。あいにく本日は四季様も秋葉様も不在。なるほど、お二人ではなく私に話が終わりなのですね。社会科見学、遠野家の普段の生活や私どもの働きぶりが知りたいと。遠野邸の事情は他言無用、流出禁止の機密事項、決して漏らすことはできません。ですが美和子様の期待に満ちた眼差しを無下にするのは、やはりここは姉さんを見て。わかりました。勉強熱心なのは良いことと存じます。どこまで期待に添えられるかは分かりませんが、これは先週のとある夜の出来事ですが。あ、誰かと思えば四季の部屋を掃除してくれてるメイドさんだ。やっほー、どうしたのこんな夜更けに。この辺り人間一人じゃ危ないわよ。こんばんは、アルクエイド様。先日は突然のご来訪ありがとうございます。秋葉様から片付けを預かっておりますが、お聞きになりますか。妹から私に直接言ってくれていいのに、奥ゆかしいのね。四季の前だからって猫かぶらなくていいのに。まあいいわ、聞かせて聞かせて。先日は私と兄さんの穏やかで満ち足りたひとときを創造親戚に変えていただき感謝しております。次いらっしゃったときは専用の控え室に招きますので、身辺整理を済ませておくように。穏やか、絹連れの音さえ許さない沈黙と満ち足りと緊張と恐怖の一日の空間が。ちなみに入ったら最後、厚さ50センチの鉄の壁が落ち、部屋ごと海まで透過、海底火山までご招待する。特設ゲストルームの来週には完成予定。どうか来週またご来訪のほど。ところでまた深夜にお出かけになられた四季様を探しているのですが、アルクエイド様、何か心当たりはおありですか。ないとは言えないこの雰囲気。私が言うのもなんだけど、あなたたちの家現段はちょっと物騒すぎない。遠野くんは自立したくなる、一人暮らしがしたくなる。でも資金が心もとないので、お茶目で頼れる先輩のアパートに住みたくなる。いや、それもう一人暮らしじゃないし、俺がしたいのは自立であって、先輩と同居なんてしたら紐になる未来しか見えないし、畜生最高かよ。一緒にハンコ押しちゃうぞ。あ、いけない、あまりの既視感に頭が真っ白に。怪しげな勧誘はそこまでです。シエル様、法律により未成年への洗脳は禁じられています。な、翡翠さん、どうしてこんなところに。ち、アルクエイドの役に立ちませんね。いえ、違います。違うんですよ。これは、アラリョウジ。そう、アラリョウジなんです。ノエル
先生にかけられた暗示を打ち消すため、やむなく遠野くんの深層意識に再考ですね。納得いたしました。あの弟子にしてこの師ありということですね。率直に言ってあなたが元締めです。本当に出来心？いえ、誤解なのに。仕方ありません。不本意ですが、翡翠さんにも暗示をかけるしかないようですね。その前に四季様を解放いたします。それと困ったら魅了やら暗示やらで切り抜けようとするのは改めた方がよろしいかと。アルクエイド様と姉妹なのですか？この煽り力、ただのメイドではありませんね、あなた。このように遠野家の使用人たるもの、武芸にも秀でています。今回は披露できませんでしたが、日本刀の扱いにはそれなりに自信が。はい、いけません。美也子様の反応がとても可愛らしいので、つい話を持ってしまいました。日本刀は遠野の親類の方からお預かりしているコレクションというだけで、私自身振るった記憶はないのですが。そうなんですよ、美也子さん。翡翠ちゃんはこう見えて瑠璃鋼流合戦術めちゃ川式の継承者、どんな悪党も一刀両断なのです。姉さん、いつの間に私以上に話を持っていませんか？まあまあ、そこは気にせず。せっかくですから、続きは客までいたしましょう。美味しい紅茶をご馳走しますね、美也子さん。ちょうど3時ですし、翡翠ちゃんも休憩しましょう。美也子さんから有馬での四季さんの暮らしぶり聞かせてもらえるチャンスでは？それは、はい。四季様のお体を見る上で今後の参考になります。ではお茶受けをお出ししますね。ちょうど朝に作っておいたケーキが。待って、それ待って！翡翠ちゃん、お菓子は私が用意するから、翡翠ちゃんは休んでいて。ご協力ありがとうございました。大変素晴らしい活動だったかと。